金もこみです。ということで本日8月の31日ということで、乃木坂46渡辺美也さんのファースト写真集の発売日でございます。めでたい、とてもめでたい。本日ね、渋谷の方にも朝から行ってきまして、渋谷蔦屋さんの方で1冊とタワーレコードさんの方で1冊買ってきましたので、そちらを早速見ていきたいと思います。ということでまずね、パネル展の写真の方からちょっと紹介していきたいなと思います。どうぞ。ということで、まあ、こんな感じでね、渋谷ツタヤさんの方が結構豪華な感じだったかな。でもタワレコはね、ミリアちゃんのことを推してる店舗で、店舗入ってすぐにもうミリアちゃんをお祝いするメッセージがバーって貼ってあってね、すごい温かいなっていう風に思いましたね。で、楽天とかセブンネット限定の表紙とかはなんかもうちょい後に届くらしい。ということで早速ね、写真集読んでいきたいと思うんですけども、まず写真集の表紙がこちらでございます。ででーん、消極的な華やかさ、もうミリアちゃんにぴったりですね。かわいい。これやばいよな。めっちゃ綺麗やん。これ確か撮影初日だよね。あ、かわいい。はい。で、店舗限定のね、ポストカードも紹介します。こちらがね、ツタヤさんのポストカード。いいよね、これ。ちょっと判決状態で、キッチンの上に座るという、絶対に普通の生活では起こり得ない状況ですね。で、後ろには、お尻冷たかったな、かっこわらって書いてありますね。で、こちらがタワレコ限定のポストカード。これもいいよな。なんか甘えてきてる顔。かわいい。トウキビってずっと言ってたけど方言らしいね。え、俺普通に間違えてんのかと思ってた。サトウキビをトウキビってよく言うじゃないですか。で、トウモロコシってモロコシってよく言うじゃないですか。だからそれをね、なんか俺勘違いしてんのかと思ってたけど、トウキビって方言なんだ。ということで早速ね、本紙の方を見ていきたいと思います。じゃあまずはね、このビニール、早速剥がします。この瞬間がいっちゃ楽しい。うわぁ。オーケー。ちょっとこのご時世だからやめとこうかな。普通にね、書店に並んでたビニールだからやめときますね。ということで、早速ね、こちらの方読んでいきたいと思います。まずポストカード、お、かわいい。パイナップルだ。かわいい。このお団子も俺結構好きなんだよな。後ろには、でねん、このパイナップル酸っぱかった、かっこわら。かっこわらめっちゃ使うやん。はい。ということで、やすすさんの言葉はね、こちらです。彼女の美しさは主張しない、その分ふと思い出す。それは花の香りのように華やいでいる、秋元康。はい、らしいですね。ということで早速ね、やべえ、まさか推しメンの卒業の日に推しメンの写真集を見れるとは思わなかったな。ありがとうございます。じゃあ読ませていただきますね。まず1ページ目。なるほど、北海道で撮ったやつだね、多分これは。やば、ちょっと待って、推しメンの写真集見れるってめっちゃ幸せだな。やば、かわいい、幸せだやばい、めっちゃ幸せやんこれ。スタートに戻っちゃった。うわ、おねんねしてる。うわー、これを痛いなかわいい。マジでマシュマロだな。かわいい。え、うわ、ちょっと待って、このね、このカット、ここのシーンのカットでめちゃくちゃかわいい表情してるミリアちゃんがいる。かわいい、なにこれ。うわー、これ一番最初の先行カットで出てたやつだ。あらら、あ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 ら、お尻の方がね、お尻の方がちょっとチラリズムしてますよ。え、これすっぴんなのかな。あらららら、パーカーに下着っていいね。あ、これ先行カットで出てたやつだ。白白、え、白、白すぎやろ。あ、出た、プールだ。あ、このやっぱ緑のこの水着めっちゃ可愛いな。マシュマロや。あ、出た、うわ、めっちゃ可愛いやんこれ。あ、俺これ好きだ。なんかね、お花をね、飾ってるんですよ、耳に。そこのね、カットがめっちゃ可愛い。え、これ初めて見た。しかもなんだろう、ヘアアレンジとかあんましてない、なんか純朴な少女みたいな。ちょっとよくわかんないけど。あ、ここいい。これ好き。綿毛をね、ふーってやってんの。そのカットがめっちゃ可愛いです。皆さん見て、
出た三つ編みね、これもいいよな。スープ飲んでるやつ、前髪シーズル俺大好きなのよ。あ、かっこいいやつだ、車の。あ、たたたた、急に急に、え、急にあ、すごい大胆。あ、戻った。あ来ました、このキッチンに座るやつ。あら、あれもうなんかこのジーンズもう脱いじゃってるよ、かわいいね。あ、ミルクつけて、ちょっと何やってんの。このオーバーオールに水着のやつあるじゃないですか、先行カットで出てた、これもめっちゃいいな。この水着の柄がいいね。あ、どどどど、これはやばいぞ。わお、うわ、これめっ、あ、これが一番好きかもしれんな。この花柄の水着にコンバースの靴履いてんのよ。これめっちゃかっこいい。かっけえし、かわいいし、綺麗だし、最強だわ、これ。このお肉がいいんですよね。これベージュのキャップかぶってんのかな？そこの水着のカットがめっちゃね、いいよ、これ。この、ここのね、お肉が最高です。あー、いいね。あ、急に？ちょっと待って、なんかミリアちゃんの写真集なんか急に大胆なのぶち込んでくるんだけど、予兆がないよ。え、急に、あ、もろこしきました。このシーンですね、このシーン。わあ、かわいい。あ、だだだだ、やっば。ちょっとミリアちゃんの肌にこの白いランジェリーはあかん、最強すぎる。しかも濡れ髪、最強だ、これ最強だ。いいお尻だねえ、何これ、チャイナドレスの超布減らした版みたいなうわ、かわ、あー、かっこいい。あー、あー、ミリアちゃんのこのね、なんていうの、あの黒いさ、ワンピースとこの真っ赤なリップのやつめっちゃ好きだわ。あ、風船持ってる。あ、やばい、これ最後じゃない、もう。あ、やばい、終わる、これ絶対終わる。うわ、これめっちゃいい、夕焼けとミリアちゃん、この衣装めっちゃいいな。え、もう天使やん。え、あ、終わっちゃったよ、最後これか。これ間違いなく天使です、最後。これ衣装めっちゃ可愛いな。これやばいな。はい、ということで、ここからインタビューですね。読みたいと思います。はい、ということで、読み終わりました。さあ。よかった。とてもいい写真集でした。まあインタビューの内容はね、あんまり触れない方がいいと思うんですけども、やっぱミリアちゃんってあんまりその自分のことをさらけ出したりしないから、なんか今までの自分をそう思ってたんだとか、すごいミリアちゃん自身のことをね、知れたので、まあ最後の最後にはなってしまうんだけど、すごいね、貴重なインタビューでしたね。この肌質素晴らしいよ、マジで。綺麗だよ、本当に。可愛いし。やっべえぜ、これ。ということでね、もう僕の宝物が一つ増えました。これはね、もう一生大事にしていきたいなと思います。ということで、このね、動画が出てるのが9月1日だと思うんですけども、おそらく、この動画が最後のミリアちゃんを題材とした動画かなと思うので、まあ、またね、新しい活動を始めたら、もしかしたらね、ミリアちゃんの動画また出すかもしれないけども、まあ、ここが一回一区切りということで、改めて、その卒業前、最後の日に、このミリアちゃんの全てが詰まった、この写真集をファンのみんなにね、届けてくれて、もう最高のプレゼントですね。本当に今まで応援しててよかったなっていうふうに思います。皆さんも本当ぜひ買ってみてください。本当もうミリアちゃんの良さがもう全部詰まってる。もうここでしか見れない表情だらけ。こんな可愛くて綺麗でセクシーでエチエチなミリアちゃんはもう一生見れないよ。これでしか見れないから、もうぜひとも皆さん買ってみてください。はい、ということでね、改めてね、ミリアちゃん約8年半本当にお疲れ様でした。8年間ね、乃木坂を続けてきたミリアちゃんな、何だってできる。僕はね、そう思います。なのでね、まあ少しお休みするとは思うんですけども、新しい活動もね、ミリアちゃんらしく頑張ってもらえたら、僕はもうそれだけで幸せですね。こんな感じで終わりたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。美味しくなれよ。